こんにちは、柴田です。今回はクール G のギターをご紹介させていただきます。皆さん、クール G はご存知でしょうか？もしかしたらね、聞いたことないという方もいらっしゃるかもしれないです。クール G とはですね、これがヘッドですね。クール Z と書きます。これは島村楽器さんのブランドになります。なので基本的に新品は島村楽器さんでしか購入できないというギターなんですけれども、実はこのクール G ですね、生産終了いたしておりまして、今は中古市場でしかお目にかかれないギターとなっております。このクール G っていうのはですね、結構ネットでも賛否両論ありまして、まあ、書き込み見てるとですね、ヘッドがダサい、ヘッドのロゴがダサいとか、名前がダサいとか、あと島村楽器さんで押し売りされましたとか、まあ、そういった書き込みもある中、実は全て国産でめっちゃ質はいいよっていう書き込みとですね、本当に賛否両論ですね。まあ、一度使ってみたいなと思って、今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。クール G のギターはですね、まあ、5万円から9万5千円ぐらいまであって、今現在の中古市場だと割とね、値が上がってきてるような感じです。というのもやはりね、国産のギターでそれなりに質がいいからっていうのが評価につながってきてるんじゃないかなというふうに感じます。なのでもしかしたら今後もっと値が上がる可能性もありますよね。なぜそんなにクール G が見直されているかというと、ギターを製造していたのがですね、富士弦なんです。富士弦とはですね、フェンダージャパンのギターを作っておりました。で、そこからね、FGM って皆さん見たことありますか？富士弦オリジナルブランドでギターを作り始めたんですけれども、並行して島村楽器さんのオリジナルブランド、クール G やヒストリーも富士弦さんで製造しております。なので、フェンダージャパンを創世期から作っていた会社が作っているギターということはですね、質に間違いはないはずなんですよ。特にこのクール G のギターでサークルフレッティングシステムっていうのがあるんですけれども、デカデカとカバーにも書いてありますが、このサークルフレッティングシステムとはどういうものかというと、フレットがこう大げさに言うと U の字に打ち込まれている。通常だとこうまっすぐじゃないですか。これがね、若干こう U っぽい感じ、 C っぽい感じで打ち込まれていて、弦とフレットの接点がですね、非常に小さく点になっていると。通常のギターだとこういう風に斜めに入っちゃうので、弦とフレットの接地面積が大きいので若干ピッチに狂いが出るみたいなんですよ。それを最小限度に抑えるようなシステムになっているので、非常にピッチが安定しているというシステムらしいです。そういったですね、富士弦のオリジナルも盛り込まれているっていうことで、いや、かなりね、いいんじゃないかなというふうに今鳴らす前は思ってます。ギターを持った感じなんですけれども、なんか非常にね、バランス感も良くて、ネックもね、握りやすい感じです。塗装も丁寧でね、綺麗にされております。まあ、さすが富士弦の国産モデルだなというふうな感じですね。まあ、ピックアップはね、何が乗ってるかっていうのはちょっとわかんないんですが、これから音を鳴らしていきたいと思います。はい、ではクリーンっぽい音からいきましょうかね。リアの音です。センターで、センター非常に綺麗ですね。次フロント、うん、センターがいいですね。非常にいいクリーンだと思います。続いてオーバードライブですね。
やっぱね、これを弾きたくなるようなギターですよね。いいですね、このギャーンが。うん、かき鳴らし系も結構ね、ミュートでいくのも結構いいですよ。ではですね、天体観測のサビのあたりを。ジャキッとしたかき鳴らしからキレのあるカッティングまでいけますね。重めのね、刻みもいけると思います。ちょっと鳴らしてみましょうかね。という感じで、本当に幅広いですね、ジャンルで使用できるんじゃないかなと思います。クール G、今後中古市場要チェックですね。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。